立山城は千葉県立山市立山にあった日本の城、立山市指定史跡。1580年、里見義寄によって立山城が築城された。天正19年6月から11月までの間にかけて、里見義安が岡本城から立山城へ移転をしてくる。港を伴う城であったと指摘されている。その後、1614年に、 里見氏は改易され、立山藩は取り潰しとなった。この際に立山城も廃城となり、破却された。あとの1781年に稲葉正明が立山藩主となって立山に入ったが城を再建することはなく、二代、正岳が城の麓に立山陣屋を構えて、そこを新たな成長とした。1982年、 模擬天守が建設されるにあたり、城石の発掘調査や里見市に関する古文書調査が行われた。模擬天守閣と同時に、私立博物館が建設され、模擬天守閣で南宋里見八県伝を展示紹介し、私立博物館で里見市を展示紹介している。周辺の緑地などは城山公園となり、市民の憩いの場ともなっている。また、桜や 紅葉の名所、鳥を見物できる施設もあり一つの観光名所ともなっている。頂上までは70メートルと低いため、気軽な散歩として利用する人も多い。城下には、立山市立博物館本館がある。他、特産品の販売や、飲食の提供、情報発信機能を合わせ持った施設、里見茶屋が2009年4月4日に開店した。 立山市の指定文化財立山市公式 HP、川名登る、山城についての一考察、小協論集16号、1983年。滝川交渉、戦国期江戸湾における、会場の存在形態、岡田工事、立山城下町の成立と展開に見る、地域特性立山の城山公園、里見茶屋が完成。ありがとうございます。